イメラジオ第3129回、今日は令和3年8月16日月曜日です。時刻は午後9時回りました。横浜港北センター北の観覧車はもう明かりが消えていますね。月曜の夜、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はお昼に滋賀の男子、そして夜には東京の女子が英語習いに来ました。そのお仕事も終わって夜の9時、夢ラジオです。昨日あるいは一昨日からかな、大雨でなんか随分涼しくなってきました横浜です。このまま秋になっちゃうんでしょうか、それともまた暑さ戻ってくるんでしょうか。なくなってしまえばあんな暑さも恋しいですよね。このまま秋だとちょっと寂しいかな、そんなお天気の頃です。さて夢ラジオ、今回は白鳥俊夫外務省革新派取り上げます。白鳥俊夫さん、外務省の革新派、で外務省の革新派って何やということですが、それこそ1920年代から40年代にかけて外務省の中に革新派と呼ばれる、そういうあの者たちがいたんですよ。だいたい20年ぐらいですよね。でその革新派といえば白鳥の名が上がります。白鳥俊夫外務省革新派、お話ししましょう。ただしこの外務省の革新派っていうのは割と捉えにくいもので、もちろん高校日本史でも出てこないし、大学で日本史、日本の近現代史を専攻してやっとちらっと名前を聞くかなぐらいでしょうね。もちろん大学院まで行ってそれで近現代史を専攻するっていうんなら、まあ革新派っていうのは当然文系の中で出てくるでしょうが、まあそれぐらいちょっと今の日本人からは縁遠くなってしまった言葉なんですよ。ところが歴史として存在していた市外務省の革新派はね、そしてその革新派たちは一定程度20年代から40年代、要するに戦間期ですよね。そしてあの大東亜戦争に突入していく時代に、まあ、日本の言論を一定程度リードした、いや言論だけやない、日本の政治も一定程度リードした、そういう者たちですね。でそのリーダーに白鳥がいた。この白鳥俊夫っていうのも知っている人でイタリー大使かなぐらいでしょ。 で大使で次官にもなってないし、ましてや外務大臣にもなってないのに、この人確か極東裁判で永久裁判のなんか判決受けてたなっていう、そうなんですよ。で極東裁判ではこの白鳥の先輩にあたる東郷とか東郷重則、あるいは広田光輝、こういった方々がいました。裁かれてましたね。判決も受け、広田は処刑されました。けど彼らは外務大臣とかそういうあの要職にあった、
で、いかにも政治の中でそれなりの役割を果たしていた人物であったのに対し、白鳥はといえばイタリー大使、もう一人大島浩っていうドイツ大使も裁かれてましたね、極東裁判で。けれどドイツ大使の大島は陸軍中将なんですよ。あの人は軍人なんですね、もともと。で、ドイツ語もペラペラになって、それで第三帝国の幹部と親しくなって、それで大使という、だから外務省の人ではありません、大島はね。ですから、まあ、外務省の生え抜きで、でイタリー大使で、でなんで極東裁判に呼ばれるんかなと。日独伊三国同盟だからそうなんかなって感じですよね。けれど今回お話しする外務省の革新派というのの、まあ、トップに白鳥いて、でもみんなが推したんですよ、その革新派と呼ばれる人たちが白鳥を推したんですが、やはりこの革新派はまずいぞということで、さまざまに白鳥の出世がこう避けられ、で結局さっきも話したように次官にも外相にもなってない。で、1919年にベルサイユ条約っていうのがあって、でこのベルサイユ条約っていうのがまあ日本の外交の世界のデビューですよ。まあ、それまでもちろん外交はやってたし、外務官僚もいたんですが、外交官もいたんですけれど、まあまあ、官僚ですから目立つことなんかないし、実務を淡々とこなすみたいな。けれどこのベルサイユ条約で西園寺公望を筆頭に牧野伸顕とか、あるいは近衛文麿とか吉田茂等々ですね、こういった方々がドドンとこう行きましたね。けれどその時に日本人は何にも言えずに帰ってきたんですよ。もちろん人種差別やめようというそういう提案をしたんですけれど、日本側はその人種差別をやめる準備ができていない、人種差別する側の欧米人によって否決されちゃったという。だからいいことやってるんですよ、日本人は。この時人種差別やめようって、日本人だから言えるでしょ、黄色人種だし。けれど相手にされなかった。それ以外は全くの沈黙、サイレントパートナーと呼ばれましたね。サイレントパーティーだったかな、まあ、要するに黙ってるやつら。で、これじゃダメだと、もっと日本が外交という分野で世界に大きな声出していかなきゃダメだ、そして自分たち独自の意見を持ってフランス語や英語やドイツ語で言っていかなきゃダメだと、まあ、そういう者たちが最初は革新派だったんですよ。で、この日本人がもっと外交という分野でイニシアチブを取らなきゃダメだと。パリ講和会議のあんな体たらくではこれから馬鹿にされると。特に第一次世界大戦後は日本国際連盟の常任理事国にもなり、その責任がまあ増していたんですね。で、それをひしひしと感じた若手の外務官僚がもっと世界に向けて喋れる、そういう外務省にしていこう。で、このこと自体は非常に良いことで。ですから西園寺や牧野もこれには賛意を示し、そして先輩であった広田や、あるいは重光、そして有田というこういった方々も割と同意したんですよ。それは結構なことだと、若手が頼もしいぞと、諸君頑張ってくれよと。ところがですね、この革新派なんですが、陸軍、帝国陸軍と非常に親和してたわけですよ。で、当時帝国陸軍は、まあ、ソ連を仮想敵国として、でいろんな動きをしていましたね。
20年代は外交で協調外交をやろうと、シデハラ外交だと、陸軍大臣は宇垣さんだと、宇垣軍縮だと。けれどその30年代にもなれば満州事変、あるいは3月事件や10月事件も起きてきますね。ああいう形で陸軍が大陸で、でソ連を仮想敵国にいろんな動きをし始めた。でそれが後に一石会という、そういう派閥グループとなり、そしてそれが分裂して、行動派統制派というふうに分かれていく。こんな陸軍の派閥構想史は夢ラジオでこれまで何度も話しています。でちょうどこの動きにこうするような外務省バージョンが革新派なんですよ。だから日本の意見をもっと海外に言っていくべきだ、当然日本の利益を言っていくってことですよね。ですからこの白鳥敏夫なんかも陸軍の鈴木定一って言いましたよね、陸士22期の企画員の総裁やってた、ああいう人と仲良かったんですよ。あと森勉っていう、これは政友会の政治家ですよね。この白鳥、森、鈴木、この3人でですね、政治家、軍人、外務官僚と日本をもっと外へ押し出していこう。でちょうど一石会の行動派、この行動派が大祖先を念頭にいろんな動きをし、挙句の果てに226事件を起こしてますよね。でこの行動派に非常にやっぱり近かったわけなんです、この革新派は。でやっぱり当時からその外務省革新派ができた頃は長老や先輩たちもあったかい目で見てくれたけど、どうも言ってること危ないぞということから、やばいぞと。でこのリーダーの白鳥、これも東京置いといちゃまずいっていうことで、もう白鳥のねそばにすぐ若手が集まって過激なこと言い始めるっていうから、スウェーデンの講師にちょっと飛ばそうみたいな、ちょっとおとなしくしといてもらおうっていう。で白鳥は当然官僚ですから、こういう人事言われたら行くわけですよね。けれど白鳥がスウェーデンに行っていても、外務省で白鳥はもうやっぱ存在感大きいわけです。やがて白鳥が帰ってきて、で1930年代の外交っていうのは広田外交ですよね。だから白鳥が帰ってきてっていうか、このスウェーデンに飛ばされる飛ばされないの頃、あるいはスウェーデンにいた頃も広田外交に対して白鳥は批判するわけですよ。だからもうこの頃になると、かつては先輩でそのあったかい目で見てくださいっていうようなその先輩だった広田に、白鳥も批判の目を向けてるわけでね。30年代白鳥の言葉、いわゆる共和外交とは満州事変の暴風の後一時の鎮静剤として国家においては歓迎せられたるも、翻って考えれば実に内容なき標語に過ぎない。現外務当局は帝国外交の目標をいずれに置きつつありや、すこぶる疑いなきあたわず、つまり疑っちゃいますよと。しかも白鳥続けて、漫然たる平和主義国際主義は今日どこにても通用せず、大戦の惨禍、これは第一次世界大戦ね、大戦の惨禍を満喫せる欧州諸国民の一時の空念仏を生真面目に受け入れ、これを正直に実践し来たるが事変前の帝国の外交なり、広田外交はまさかにこの無自覚無信念なる王子の事態を復活せんとする者にはあらざるべし。
まあ広田外交についてこんなこと言ってるわけですね。白鳥は。でこの白鳥をですね、やっぱり直に襲うとか、あるいはなんて言うんでしょう、外務省に襲う、外務大臣に襲うというそういう動きはね、やっぱあったんですよ。例えば宇垣外相いましたね。宇垣が外相になったのは近衛内閣ですけど、この時にもその近衛内閣第一次の宇垣さんに対して、もういろんな人がですね、次官を白鳥にしろと。けれど宇垣はやっぱり白鳥嫌だと、ね、半分行動派みたいな、外務省の中の行動派みたいな、こんな過激なやつ使いこなせないと。ですから白鳥はやっぱり外務省の中で、まあ、とりあえず出世はしていくんですけど、微妙に重要なポストにはつけない、そういう外務官僚だったわけですね。で結局イタリー大使にもなって、そしてそのイタリー大使の時に三国同盟と、まあこれがあったんで極東裁判でも判決を受けた。けれどそれだけじゃなくて、ドイツイタリーこれと接近しようね、枢軸国と接近しよう、こういう意見を言ってた人でもあるんですよ。でちょっと分かりにくいんですけど、外務省革新派はソ連を敵対していたんですよね、最初は。だから行動派とも近かった。けれど徐々にですね、徐々にこの外務省の革新派、そして白鳥はですね、ソ連と敵対するというのを言わなくなって言わなくなって、むしろドイツイタリーと接近しようという、こういうふうに変わっていったんですよ。ここが大事なところね。ドイツイタリーと接近しよう、つまり枢軸国あるいは全体主義の国と接近しよう、全体主義がいいんだという。しかもこうなってきたら、ドイツイタリーと接近するとなってきたら、ソ連も仲間に加えてしまえと、ソ連も仲間に加えてしまえということから、最初は対立というか敵視していたソ連をむしろ仲間みたいに思うようになってきたんですよ。これが難しいところですね、この変遷がね。白鳥もそうです、革新派と呼ばれる面々もそうなんですよ。ですからこの白鳥なんかは、戦争が始まる前には風見明みたいな半分ソ連の工作員みたいな、そんな人とも交流があるんですよ、白鳥はね。みたいな、白鳥さんあなたソ連攻撃しろとか言ってなかったっけと。で白鳥の言葉、白鳥はね、世界の新秩序みたいなことを言い出して、こんなこと言ってますね。新しき世界を生み出すためには、従来の人権とか民族自決とか国家主権とかいう概念に相当の修正を加えねばならない。従来の世界は64の国々に分かれ、いずれも主権の絶対を主張し、人類社会の向上発展はかえってそのために阻止せられてきた。分かれているためにね、国が分かれているために阻止せられてきた。全体主義諸国のなさんとするところ、つまりこれドイツやイタリーね、全体主義諸国のなさんとするところ、大雑把にこの不合理を強制せんとするところにあるとも言える。つまり全体主義がいいよと。すなわち世界を比較的少数のグループまたはブロックに分けて、その圏内において各民族は円満なる共同生活を営み、おのおのそのところを売るという仕組みである。これは従来の観念から言えば非常なる革命であって、一大相当を経た上でなければ実現困難であるかもしれぬ。しかしながら今日すでに今日すでにヨーロッパ連邦ということが提唱せられ、東洋においても東亜連盟ないし共同体の主張を見るのであって、世界史は今後必然的にその方向に進展せざるを得ないものと信じる。要するに大東亜共栄圏を言ってるわけですね。八公一宇というんでしょうか。ですから白鳥は非常に1940年頃、大東亜戦争が始まる前の頃はもう時代の寵児でしたよ。
そしてドイツとソ連は接近するぞというふうに白鳥よよ予想してるわけですね。ドイツとソ連は接近するぞと。で、ドイツとイタリーはもう三国同盟、日本もそれに加わったんですけど、ドイツとソ連は接近するぞっていうふうに白鳥は言ってて、そして世界があっと驚いた1939年の独ソ不可侵条約、これも白鳥当ててんですよ。だからやっぱすごいんですよね、白鳥さん。それ見たかと。ドイツとソ連は今後手を握るぞと、近づくぞと。だからソ連批判も白鳥さんやめるわけですよ。で、お言った通りになったと、世界がみんなびっくりしてる時に俺はずっと言ってたでしょっていう感じでね。だからもう言論人としてはね、引っ張りだこだったんですよ、白鳥さん。で、私の喋ってることは半年ぐらい先のことを当てるんですよみたいなことを、割と自慢かなんかわかんないけど言ってるわけですね。で、結局白鳥の言葉、日本当面の問題は、これ1940年ね、日本当面の問題はもはや支那から白人勢力を駆逐するということだけではない。今やさらに南方へと進み、従来白人の領土として壟断され、搾取されていたこの地方から、つまり東南アジアから、あるいは中国も含めてね、その不当な勢力を駆逐せねばならぬ。今こそこれらの地方におけるアジア民族を解放し、土地と人民とアジアの手に取り戻す絶好の機会でなければならない。もろに大東亜戦争を言ってるわけですよね。けれど白鳥さん、この辺りからだんだんとちょっと言ってることがよく分かんなくなってきてですね。だからちょうどこの後松岡外相が登場し、でその松岡外交こそ、ね、松岡外交こそ独日独伊プラス蘇、ね、日独伊プラス蘇、まさにこれ白鳥が言ったことを松岡外相実現していくんですよ。ところがこの時に、じゃあ白鳥がね、松岡のそれこそナンバー2として頑張ってたかというと、全然そんなことないですよ。これらのもう松岡外交とこの白鳥はもうノータッチ。松岡も白鳥に対してはかなり警戒していたんですよね。だんだん言ってることがよく分かんなくなってきて、ちょっと支離滅裂と言いましょうか。そういうふうになっていきました。だからこの戦争が始まる直前ぐらいには、もう今回のテーマ、外務省の革新派っていうのもほとんどもう影響力を持たなくなってた。白鳥も持たなくなってた。外務省からももう出たという、そういうことになりますね。で、言論人としては人気があったけれど、でも戦争も始まってみればもう誰も白鳥を顧みない。で、その戦争が終わった後、極東裁判で「おお、そういや白鳥っていう大東亜戦争を煽ってたやつがいたぞ」と。地位は高くなかったけれど非常に目立ってたなと、あいつも呼べやということで呼ばれた。白鳥敏夫、あるいは外務省の革新派、今振り返ってあまり褒められたことはやっていない。というより、その戦争を煽ってるという点で、責任大きいですよね。極東裁判で判決を受けるにね、受けるだけのことやってたかどうかはちょっと疑問ですが、ね、白鳥のやったことが一体戦争犯罪になるのかどうかは疑問ですが、確かに陸軍と過度にこうべったんこと、特に行動派みたいなやつらとべったんこみたいな、こんな形ではやはり後の目から見てあまり良い人物とは言われないでしょう。夢ラジオ3129回、今回は白鳥敏夫、外務省革新派、お話ししました。月曜夜の放送はこの1回だけです。リスナーの皆さん、おやすみなさい。